人は愛情を知った時、憎しみのリスクを背負う。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。そもそも何をもって犯罪と定義するんだ。君たちは一体何を基準に善と悪をより分けているんだろうね。人は神を恐れるのではない。恐怖こそが神なんだ。あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。愛情があるからこそ犠牲が生まれ、憎しみが生まれ、痛みを知ることができる。子供を殺せば来るのかな。この世のすべての不利益は当人の能力不足。偶然？事故？運なんて存在しない。単なる状況と状況の組み合わせ。その状況を作っているのは誰？誰なの？あなたよ。お前を殺す。ここで今。私の戦闘力数は53万です。理想ってのは実力の伴うものだけが口にすることができる現実だ。お前にその資格はねえんだよ。私ずっと憧れてたんだ。普通の女の子みたいに遊んで勉強して人間みたいに生きたい。ああいう人たち大嫌い。自分が恵まれてることも分かんないでバカみたいに騒いで、それでも自分は満たされてないって顔して。人間が思い上がらぬよう正しい絶望を与える。それこそがお前たち人間が神とも呼ぶ存在、真理だ。分をわきまえろ。